こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。久しぶりのジャンタマ始めていこうと思います。なんだこれ。ご主人、お帰りにゃ。止まらないとこれクリアできない。さあ、もう大戦だ。4話だ。なあ、もう出てるな、いらない。5が頭として2と4か。でもタイヤ大きい、タイヤの方が効率いいよね。どうも。じゃあ次いらないの1万か。まだ泣いてないんだよな。これ27枚です。左はあの想図だよな。上はま
同じマンズにやってる可能性が高い。右もそうか。だからマンズは取り合いになるんだ。マンズ絶対捨てちゃダメですね。またか。おお。ラグかもしれないですからね。マンズが全然出てこないな。あ、揃った。1万。1万、さよなら。イーシャンテン ?234。イーシャンテンじゃないと思う。うん。どうするかですね、これ。1万捨てよう。いいかも。リーチにゃ来たか。あ、てかもう4枚しかないや。何やってんだ俺。いらん。ここじゃないとこにロミの可能性がある。いや、ないな。なんかチーしないと。テンパイではあるんだよな。ギリギリテンパイ。急に泣くからびっくりするな。背面捨てとこう。これもいらんかな。うん、こんな。こんな。これ、トイトイ持っていけますね。あ、いいんじゃないでしょうか。じゃあもうこれいらんわ。ポンニャ。シュンポン。早いな。なんか来るぞ。悩むな。どっちでもいい。ポンニャ。向こうも同じことやってんな。ピヨピヨと。で、ピヨピヨピヨさんの方が速力が速い。絶対に。本当の難しさはこれだよな。動かないんだよな。両面がないから。今いいシャンデンだけど。7来たら不幸だが。まあその代わりそう、こういうふうに。捨て牌に反応することはできるんですよね。さあ、これで。パンツはでも持ってる人いるんじゃないのかな。残り30枚。
分防御は結構難しいと思うんで、振り込もうと思ったら振り込んでくれるそうですけど。リーチにゃ、リーチロンニャ、ロンニャ、やりました。16000倍マンです。本一も入ってたのか。本一なんだこれ。へえ、そうなんだ、本一なんだ。いいですね、ハイパイ結構いい線いってる。一通は狙えるけど、近いようで、一通って近いようで遠いんですよね。あスピードが速いや。出してもいいけど振り手になっちゃうよね。自分ならこう考えるんですよね。これ想像はいらんから、想像出してくれるんじゃないかって。リーチしたら想像狙いの人は要注意です。特に想像狙いっていう人はいないみたいですけどね。ちょっと要注意ですね。8がな、2枚、これが5と6なら最高なんだけどな。なんか足配が揃いません。まあマンズ狙いのはバレてますからね。そして問い目も多分マンズ狙いなんだよな。何？そうか、鎮逸単独だったら8000なんだ。8000の漫画なんだ。漫画にしかならないんだ、逆に言ったら。ポン3曲。次が、ラストが親ですね。さ、親を潰しに行かないといけないな、なんとしても。今トップなんで。大会もそれほど良くないしね。そうか、振り込む動きをしてもいいってことか、逆に言ったら。そのもしピノピノピさん以外がリーチした場合は2000とかだったりするかもしれないからな。まあ高いとこ狙いたいだろうけどな、本音は。うん、これ捨てよう。何する？
お、さよなら。残り倍数がな、不安だな。これ役ができるから8が来ればパーピンが来れば役はできるから泣くことはできるんだよな。ジーニャ、しーちゃん推しさんがちょっと泣いてるな。よくそう来たか。じゃあ捨てよう。あ、いいですね。5が来た。7、7、7、8、9、9。7、7、こうかな。ポンニャ。なにこれ、鎮逸あたりは行くな。パンズも全然危ないぞ。ドラでもいらん。あ、でもまあ、いやー、いらんよな。得点は上がるけどね。捨てたらもったいなかったかもな。リーチニャ、リーチニャ、おさんと追いかけていった。うん、なんだ、2枚3枚ってなってる。あ、やばい、ロンニャ、相手か。うん、先天か、マンガン。あ、かなり追いつかれた。ピアビーチさんは何としても上がりたいですよね。残区以上であれば逆転できるからな。うん、そんないらん。ちょっと考えよう。なんとかった123で2を頭にできるから悪くないと思うんだよな。ただ他にじゃあ捨てる牌が何がいいのかって言ったら難しいからな。白かな、次捨てるとしたら。
ちにはいらん。なんで泣いたんだ今。いいじゃないですか。さあ、テンパった。やりました。トイトイのみ。トイトイ？あ、トイトイだな。なんとか逃げ切った。何これ、認定証とかやりますね。大認定チャンシにアップ。チャンシいいですね。さあ、より敵が強くなってくるはずだよな。これはということで、今回本一込みの チートイだったかなのチートイドラが結構多い漫画を上がるなどして、トップを取りまして、ついにこれですね。各クラスが最初の初心者からジャンシーに上がりました。クラスアップですね。初のこのハイライトはいつだったっけ。今回じゃないな。これかな今回上がったのは。配布見てみるか。トンとペイは泣いたんだけど、この辺では迷ってはいたんですよね。次の展開が読めなかった。それが4来たことで、あ、これチートイ行くしかないなっていうことで、
そうしたら初来たんですよね、次が。ただチントリには1個足り余るってことで、チーピンを切りまして、でその後結構長かったんですが、スーピンを スーピンを切ってくれたんで、みんなそんなに上がってきてるような、でここでやっぱりスーピンになることができて、テンパイと、これはちょっと難しいよな。いやー、これ難しいですよね。ということで、まあ読みづらかったと思います。ということで、首位でどの間上がることができて、したいですよね。はい、ということで、見事トップを、漫画を含めて上がってトップを取ることができて、ジャンシーに、上がりました。久しぶりのジャンタマだったので、ペース上げられたら上げたいとこですが、さてどうなるか。ジャンシーで敵も強くなると思うんで、相手もしっかり。勉強していきたいなと思います。次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄に表示されているブログ、ツイッター、プレイリストをご覧ください。ツイッターぜひフォローお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。